のラデファンスに本社を置き、各種建築材料や高機能材料を製造する。多国籍企業。建材ではアルセロールミッタルに次いで石膏生産高が高い。高機能材料では放射線検出器の重要な部品。プラスチックシンチレータで世界的シェアを誇る。ユーロネクストパリに上場しており、cac40 の構成銘柄の1つとなっている。 1665年、ルイ14世の治世に国策会社としてパリで創業、創業当初は鏡を製造していた。スペイン継承戦争の時にスイス銀行による救済を受けたが、ロレーヌ地域圏の経済史に刻まれることになった。フランス革命によるユダヤ人解放により、ストラスブール資本の流入が必死となった。20世紀初頭には、 国際金融市場の発展に伴い、海外へ積極的に進出した。その目的で、1904年に結成された7、過酷間の板ガラスカルテルに加入していた。戦艦機の潮流にあっては、自動車の窓ガラスを製造した。第二次世界大戦中は三戦国がウランを求め、工業目的の地質調査が、地の果てまで及んだ。結果として、戦後は、 ウランと貴金属を主眼に工業が躍進を遂げ、同時にガラスの原料となる貴金属も生産量を著しく増やした。国際金融市場が情報革命を本格化させる1968年、ライバル企業の BSN からパリバやラザードなどを後ろ盾に敵対的買収を仕掛けられた。 ポンタムスソンとの合併により買収を免れ、やがて光ファイバーの時代がやってきて、脚光を浴びた。三五番の前身であるマニュファクチャーロワイアル・デグロスで、ミルワールは、フランスの財務総監、ジャンバティスト・コルベールの唱える、重症主義に沿って創設された。コルベールの方針は何よりもまず、王類十四14世と国家の栄光を保つため、王国の経済と財政を立て直すことであった。 彼の経済財政政策は、フランスがヨーロッパの他の重症国家と対抗できるようにするため、戦略的産業を強く生産的に育成することを施行していた。17世紀中頃以降、絹織物、レース、鏡といった贅沢品の需要が高まっていた。1660年代には、上流階級の間で鏡の人気が非常に高くなった。 イタリア製飾り棚、舞踏室、白、豪華なサイドテーブルや、ピアーテーブルは、この高価で贅沢な製品で飾られた。しかし当時フランスでは、鏡の製造技術が未熟だった。当時、ガラス製造といえば、ベネツィアが世界をリードしていた。17世紀初頭から、ベネツィアはガラス及び、鏡の市場を技術的にも、経済的にも独占し、 高品質の製品を生み出していた。コルベールはフランス国内の贅沢品の需要を国内で賄いたいと考えていた。さらに彼は贅沢品市場が国家経済の強化につながる可能性を認めていた。そこで彼はガラス及び鏡の製造を行う公共企業マニュファクチャーロワイヤル・デグロス・でミル・ワールを1665年10月に創設した。この企業は 資本家で、オルレアンの徴税権保持者でもある、ニコラス・ジュノイアーに20年間の独占権を与えるものだったため、非公式に、コンパニー・ジュノイアーとも呼ばれ、国家がその資金の一部を提供した。イタリアの鏡産業と対抗するため、コルベールは、ベネツィア出身の職人を集め、マニュファクチャーロワイアル・デ・グロス・でミルワールで働かせた。間もなく、フランスで製造した鏡は、 ベネツィアの製品と対抗できるようになった。フランスで製造した鏡は長さが1メートル強で当時としては印象的な大きさだった。フランスとベネツィアの競争は熾烈を極めベネツィアではガラス職人がよその土地、特に外国に移ってガラス製造を営むのは犯罪とみなすようになった。約20年後の1683年、同社は 国との契約をさらに20年間に延長した。しかし1688年、コンパニー・ザ・ワールトが国の財政支援を受けて創業し、コンパニー・ジュノイアーの独占状態は23年で終わりを迎えた。コンパニー・ザ・ワールトも鏡とガラスを製造する企業であり、新たな製法を使って1.5メートル以上の長さで、幅が1メートル程度の板ガラスを製造できた。 これは、コンパニージュノヤーの1メートルのガラスよりも大きい。約7年間、両社は、熾烈な競争を繰り広げたが、1695年に、景気が悪化し、両社の技術的及び経済的競争は逆効果となった。国の命令によって両社は合併することになり、コンパニープラスティアとなった。1702年、コンパニープラスティアは、たった7年で倒産した。 1695年の合併は、もともと財政状態の悪化した2社を合併させたもので、両社を救済できなかった。しかし、フランス系スイス人プロテスタントの銀行家が救済の手を差し伸べ、会社を救った。社名を再び変更して、コンパニーダジェンクトとして再出発することになった。スイスの銀行家の庇護の下で、コンパニーダジェンクトは、 フランス王室から特許権を得て、他の企業から時に激しい抗議があったにもかかわらず、フランス革命までガラス製造を独占し続けた。1789年、フランス革命が勃発し、コンパニーダジェンクトに与えられていた独占権は無効となった。同社は部分的にフランス国家の制御下に留まったが、個人投資家の資本参加が必須な状況となった。 産業革命において同社は環境の変化に直面した。創業当時から同社はフランスでの独占の恩恵を受け、技術的にもヨーロッパで対抗できる企業はほとんどなかった。1820年代、相変わらずアンシャンレジームの頃と同様の体質で贅沢品市場向けの高品質な鏡とガラスを生産していた。1824年、 フランスアリエ県のコマントリで新たなガラス製造業者が創業。ある程度の品質の鏡とガラスはもはや贅沢品ではなく庶民が入手できるものになった。35番はガラスと鏡の産業としての未来は大衆化にあることを認識し特に低い品質の鏡やガラスが建設業で大量の需要があり大きな成長が見込めることが分かった。 同社は戦略を見直し、低品質のガラスや鏡を製品系列に加えるようになった。ゴバ番の戦略が変化した頃、その法的状態と財政状態も変化した。1830年、ルイ・フィリップが新たに王となった頃、ゴバ番はパブリック・リミテッド・カンパニーとなった。コンペーン・デ・グラースはとうとう国家から完全に独立したのである。 1830年以降、産後版社内の変化は、会社機能の単なる調整以上のものだった。成長する、世界経済に適応するための抜本的改革が行われた。1850年から1870年にかけて、世界の鏡製造量は、毎年9%ずつ増加していった。工業化された都市の中心部は、急激に成長、拡大し、 建築革命をもたらした。集合住宅では狭い室内を広く感じさせるために鏡を使った。1850年代から1860年代には通りに面した店舗が大きなガラスを使ったショーウィンドウを採用し始めた。鏡が主要な事業だったが35番は製品ラインを拡大していった。天窓などの建築用ガラス、厚い鏡、 窓ガラスなどである。これらの製品は、鉄枠とともに19世紀後半の装飾を形成した。この頃サンゴバンの製品を使った有名な建築物としては、ロンドンの水晶牛、パリ植物園、グランパレ、プティパレ、ミラノ中央駅、フィラデルフィアやシドニーやニューヨーク等々の建築などがある。品揃えを変えるだけでなく、サンゴバンは、 フランス国内の同業他社セインとクイリンとの合併によって事業環境を変えようとした。19世紀中頃にはベルギーやイギリスの企業との競争が激しくなったため競合していた両者が合併して対抗することを決断したのである。合併後の35番はヨーロッパのガラス及び鏡市場の25%を占めるようになった。海外企業との競争は激化していった。 ベルギーやイギリスに加えてドイツやアメリカも市場に参入してきた。35番は国内の業者が育っていない国に積極的に工場を進出させていった。20世紀初頭、35番は反射望遠鏡の鏡用のガラスを製造した。当時としては世界最大級の望遠鏡用のガラスである。例えば、ウィルソン山天文台のヘール望遠鏡と、 フッカー望遠鏡、ドミニオン天体物理天文台のプラスケット望遠鏡などである。産業革命後、ガラス産業にも技術革新が起こった。史上初めて窓ガラスも鏡も印刷されたガラスも同じ製法で製造できるようになったのである。35番はその技術革新の価値を理解し、研究と特許取得のための資金をかき集めた。技術革新の一つは、 チャンスプロセスである。従来、バンガラスを作るには、テーブル状に溶けたガラスを注いで鳴らしていたが、新製法では2つのローラーの間に溶けたガラスを、通して薄く均一なガラスを形成する。それまでの板ガラスよりもずっと均一になり、研磨にかかる時間も大幅に削減できる。 三五番は、その後30年間にわたって、主に建築用窓ガラスで大成功を収めた。三五番は徐々に、製品戦略を拡大していき、1918年には、瓶、広口瓶、食器、家庭用ガラス機の製造を開始した。1920年、三五番は再び事業を拡大したが、今回は、伝統的な窓ガラスやガラス機とは異なる。 グラスファイバーの製造だった。グラスファイバーは断熱材、産業用布、建築強化材の原料として使われていた。1937年、グラスファイバーの断熱材の製造に特化した、子会社アイソバーを創設。70年後のアイソバーは、35番参加で、グラスファイバー断熱材のメーカーとして、事業を続けている。三五番は社会にも影響を与えるような、 新たなガラス製法をいくつか開発した。自動車の窓ガラスをコーティングする技法は事故の際に窓ガラスが粉砕して飛び散るのを防ぐことができる。この開発により1920年には自動車向けガラスの売り上げは全体の10%だったが1930年には28%を占めるようになった。数年後、 ガラスを自由に形成し曲げることができる技法を開発した。これも自動車用の窓ガラスなどの用途に活用され、ウィンドウを丸く形成できるようになったため、自動車のデザインにも影響を与えた。さらに、ガラスをアルミニウムでコーティングする製法を開発した。これによって、ガラスを電動体として使えるようになった。 1950年から1969年にかけて35番は毎年10%ずつ売り上げが増加した。1950年には3万5000人だった従業員が1969年には10万人に達した。1960年代末には150以上の子会社を抱えるようになっていた。第二次世界大戦後の建設ブームと消費拡大により、 ガラスやグラスファイバーの製造で大きな利益を上げた。35番のガラスは自動車から建築物まで様々な場所で使われ、年間生産量は1950年に350万平方メートルだったものが1969年には4500万平方メートルとなった。グラスファイバーは1950年には全売上げの4%だったものが、 1969年には20%を占めるようになった。フランス国内の売り上げは、サンゴ版全体の5分の1に過ぎず、スペイン、ドイツ、スイス、ベルギーも重要な市場となっていた。1968年、フランスの企業グループブーソイズ・スーション・ヌーボーズルが、パリーバとラザード、さらにニューフライズ・シュランバージェ・マレットの協力を得て、サンゴ版に対し、 敵対的買収を仕掛けた。35番は即座にホワイトナイトとなってくれる企業を探した。スウェズ社は35番とポーンがモンスーンが合併すれば BSN が手出しできなくなるだろうと助言した。1971年に合併して1インと5倍ンポーンがモンスーンとなったが後に単に35番となりガラスやグラスファイバー以外にパイプを製造するようになった。 1970年代は、オイルショックによって、西側経済が停滞した。サンゴバ番の業績も低迷し、リストラを迫られた。1981年、社会党のフランソワ・ミッテランが大統領となり、主要企業の国有化を進めた。サンゴバ番も1982年2月に、国家の統制下に入った。ミッテラン大統領の時に、ロスチャイルドへ接近し、 経営主体制を維持した。すなわち1983年にジェネラルで増を33%保有していると公表し、また5年後には主要土建子会社をで増に売却している。サンゴバンの国有体制は長く続かず、1987年には国有でなくなった。国有で亡くなったサンゴバンでは、技術畑出身の寺院、ルイス・ビファが CEO に就任し、 10年をかけて、組織再編を行い、特に高機能材料の開発を強力に推進していった。将来の成長が見込める、研磨材やセラミックスといった市場への進出を推し進めた。同時に、国際的な拡大も継続し、単に海外に工場を設置するだけでなく、海外の競合企業の買収もいった。1996年。 フランスの建材流通業の大手ポレットを買収し、事業構成が大きく変化した。35番は、近年、いくつかの企業を買収している。2005年12月、イギリスの BPBPLC を67億ベドルで、買収した。2007年8月マキシットを買収し、建築用、モルタル事業の規模を2倍にした。また、 戦略的に重要でないとした事業を売却している。例えば、化粧品用ガラス瓶製造事業をジョージワ州の工場とともに売却した。この事業は例えば、ニュージャージー州にあるウィート・ングラスなどと競合している。また、日本においてはセントラルガラスと業務提携をしている。また、日仏合弁による実質上の日本法人である。 35版 TM は日本電気ガラスとの合弁であり、当初、電気管を製造するメーカーとして設立された。2007年11月、欧州委員会は、アサヒガラス、ガーディアンインダストリーズ、ピルキントン35版の4社が2004年から2005年にかけて、欧州経済領域で建築用版ガラスの価格操作を行ったとして、総額4億8690万ユーロの 制裁金支払いを命じた。35番は1億3330万ユーロであった。翌年11月、欧州委員会は35番、アサヒガラス、ピルキントン・ソリベールのカルテルに制裁金を課した。中核の35番に課された金額は、前年4社総額の倍に近い8億8000万ユーロであった。アサヒガラスは、内部告発により免除された。 2014年になってサンゴバンは1億6500万ユーロの減免を勝ち取った。サンゴバンのシェリービン製造工場。スペインのアンダルシア州、ヘレスデラフロンテーラにある。グランドキャニオンスカイウォークはサンゴバン製のガラスを使っている。キース島田撮影、サンゴバンの事業は次の5部門に分かれている。ありがとうございます。